Thank you.
はじめま
については姉から聞いております。いつもお世話になってばかりで申し訳ございません。でもこのままじゃ恨みがもう一つの恨みを呼んで負の連鎖になって、thank you.
には妖怪の血が流れています。もちろん完全な妖怪ではないせいで、普段は神社の外へ出ることもできません。だけどおかげでこうやって妖怪たちと話し合って、ちょっとした妖術も使えるんですよ。でも他の妖怪みたいに怖くはないですよね。よかったです。人間と妖怪はお互いの溝が深すぎて、もう取り返しがつかないようにも見えますけど、きっと人間と妖怪が共にできる道があると信じています。勇者様と私が一緒に慰霊祭を行ったのもそうでしょ。もしよかったら今度また手伝ってくれませんか。やっぱりあなたはとても優しいですね。ありがとうございます。
妹が元気になれるというなら、数千匹くらいはいなくなったって関係ないのじゃ。たちの世話を焼いているなんて。そういうところがバカバカしくてたまらないのじゃ。妖怪たちが村に悪さをしたせいで、わらわたちは村から追い出された。わらわたちは何もやっていないと伝えたのに、誰も信じてくれなかった。妹は妖怪な上に、頻繁に妖怪たちが訪ねてきたせいじゃろう。わらわたちはこんな人里離れた場所にあるキノコ神社で暮らすしかなかったのじゃ。病弱な妹を連れてここで住み始めた時、彼らが何をしてくれたと思いか。対して特別な存在だとか言っておきながら、あらゆることを頼んできたくせに、いざわらわたちに助けが必要になった時は誰も来てくれなかったのじゃ。この子は半妖、体の中に妖怪の血が封印されているのじゃ。お主はあの子を死に追いやったのじゃ。
のこの子が心配ならわらわに力を貸してくれんか。わらわたちにはお主の助けが必要なのじゃ。どうか妹を助けてほしいのじゃ。